シュビーツは、スイスのシュビーツ州にある、基礎自治体で同州の州と、1291年、今のスイス連邦の元となる、永久名約を結んだ州の一つ。両、ミューテンサンシュビーツの町シュビーツの面積は53.2スクエアキラマターズで、このうち46.4%が、農地、39.1%が、森林、8.7%が、市街地、 5.8%が河川、氷河、山岳等の利用できない土地である。自治体守備ツは、守備ツ市街の他にイーバッハ、ゼーベン、立憲バッハの各集落も含んでいる。東側に、ホッホシュトックリ、クライナーミューテン、グロッサーミューテン、ローテンフルー、フルッケレンシュトックの山々が並ぶ。この山々からムオータ川が流れ、守備ツを通って、ルゼルン湖に注ぐ。 ハッゲネック峠とホルチェック峠がアルプタールへと越え、イーバーゲレック峠がオーベリベルクへと越える。シュビーツの語源は972年にスイートとして最初に登場する。これは英語ではツーバーを意味する国王ドイツ語のスウェーダンと関連があるとされ、かつて建物を建てるために燃やされ、除去されたこの地域の森林に研究するものであると伝わる。この名称は シュビーツ州に属する地域、そして後にはスイス連邦にまで使われた。一方、他の州は15世紀頃にはこの名称を避ける傾向があり、シュビーツアーという名称は1499年以後自称として広く使用された。シュバーベン戦争の間はシュバーベン側の人が悪意を持ったののしい言葉として使用した。16世紀にはエイジナセンシャフトやシュホワイトサーランドも、 ほぼ同意味のののしり言葉として使用された。今日、ドイツ系のスイス人は、シュビーツの名前を国の名前と同じ意味として使用している。スイス人がサッカーの国際試合で応援する際に使用する、ホップホップシュビーツは有名である。シュビーツ中央広場の噴水シュビーツでは、ローマ帝国時代の効果が発見されているが、人が居住した証拠となるものは、 教区教会にあるアレマン人の8世紀の墓が最も古く、その教会自体も8世紀前半に建てられたものである。この教会は1000年頃にオットーチョールネスサンス様式の教会として建て直されたが、1117年のベローナ自身によって倒壊した。1121年にロマネスク建築の建物で教会は再建され、15世紀にはさらに大きな 建物に建て替えられたが、1642年に、シュビーツの大半を焼いた大火事によって消失した。その後、初期バロック建築の境界が再建されたが、構造的な欠陥から、現在の後期バロック様式の建物に1774年に建て替えられている。シュビーツは、シュビーツ州の州都であるため、シュビーツ政府は、町の行政と州の行政を同時に取り行ってきた。 町の歴史も、州の歴史と密接に関連している。1548年に出されたヨーハンシュトゥンプの記録によれば、当時のシュビーツの町は広場、教会、墓地、視聴者、宿屋、塔と木造の家が散在する山村であった。1500年頃には、州名のシュビーツと区別するために、町は、キルヒガス線と呼ばれたが、これは、 教会の周りに広がっている村を指す名称で、周辺の村落は含まなかった。1642年の大火事は、中心部の47棟の建物を消失させたが、町は全体的な再建に入った。より広い広場、放射状に伸びる大通り、その中心に位置する新しい教会新市庁舎が建てられた。家屋は都市的な町家に様変わりし、 三十もの都市貴族の大きな農家が市街地を囲むようになった。夏季の写真のほか、中近世の住居、バルデックのマナーハウス、カプリーハウス邸がスイスの重要文化財に指定されている。また、守備率の古い市街全体がスイスの史跡となっている。ありがとうございます。